ちょっと新しい可能性を見出しちゃいましたね。いや、これでいけんだったら 4K60p 行きたいなと思うし、これ、富士フィルムって XH2 で 8K になるって話じゃないですか。だから 8K60p でタイムラプス作れんのかなみたいな感じがしますよね。皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。あまりにも感動したことがあって、急遽カメラを回してます。でですね、見ていただきたいのはこの動画なんですが、ちょっと透明度の悪い日だったので若干そのなんていうかノイズのざらつきとかそういうのは出てるんですけど、皆さんこれ見てどう思います？ちょっと私衝撃だったんですよ。こんなにゆっくりしたそのなんていうか広角気味の成形写真のタイムラプスって見たことないんですよね、私。で、飛行機とか人工衛星とかがこう入ってくるんですよ。通常はこうタイムラプスで入ってきたら一瞬ピュッて入るので、なんていうか結構煩わしいというか見ててストレスになることが多いんですけど、あまりにもゆっくりこう流れてくもんで全然不快に思わないんですよ。で、このタイムラプスは富士フィルムの XT4 とそれから XF18mm の F1.4 で撮影した開放 F1.4 のタイムラプスです。でシャッタースピードは多分ね 6.5 秒とか5秒とかすごいタイムラプスにしてはめちゃめちゃ短いシャッタースピードで切ってるんですよ。要はこの開放 F1.4 で隅々までシャープに撮れるレンズなので、タイムラプスで活用するとシャッタースピードがすごい短く済みますから、今みたいなゆっくりタイムラプスが撮れるっていう話なんですね。まあこのお話は去年こちらに出しますけど、去年この 18mm の F1.4 のレンズをレビューした時に言ってたんですけど、改めて撮ってみると、あれこれってちょっと不思議だなって思って、今までも開放で使えるレンズってのあったんですよ。例えばここにあるタムロンの 35mm の F1.4 とか、このレンズも周辺まで隅々まで開放から F1.4 からタイムラプスで使えるレンズだったんですよね。で、あとは85mm の F1.8 っていうレンズも使ったことありますけど、それもそうだったんですよ。あとまあ使ったことないもちろんレンズで、シグマさんとか、メーカー純正のやつとか他社のやつでももちろんあると思うんですけど、広角で F1.4 で使えるレンズなかなかないんですね。 24.1.4 とか 24mm の F1.4 とかのレンズあっても、まあ、F1.4 でバリバリ開放からタイムラプスで使えたかっていうとそうじゃないと思うんですよ。ちょっと私の知らないだけなのかもしれないですけど、でこのレンズ言われてみ、そう考えてみると F1.4 の開放で星空撮影とかタイムラプス撮影で使えるぐらいの描写力のあるレンズって考えた時に、18mm、35mm 換算で 27mm ぐらいですかになりますけど、成形写真としては狭めですけど、この F1.4 の開放で使えるレンズとしては広角に入る方だと思うんですよ。で今みたいなタイムラプスが撮れるっていう話なんですね。でこれ見てですね、私何を思ったかというと、これ 4K60p でやりたいなって思ったんですよ。今までタイムラプスってその基本的にその星空のタイムラプスって 60p きつかったんですね。要はその1秒間に30枚使う 30p、 1秒間で60枚を使う 60p ってなった時に、シャッタースピードが、速くても10秒とか15秒とかのタイムラプスで、その 60p とかやると要は倍速になるわけですよ。だからすごい速いタイムラプスになっちゃうので、それが嫌で、まあ、60p ってやりたくても挑戦できなかったんですけど、今回のこの動画見てですね、いやこれは 4K60p いけるなって思って興奮して、ちょっと今動画を撮ってるっていう感じです。で、これ今
ノイズがザラザラしているので、これこのままだと使えないんですけど、参考までに、こっちのこの2つ今重なってるクリップ、この下がですね、なんだっけ、セクエーターっていうソフトウェアを使って加算平均合成してノイズを減らしたってやつですね。こちらにそのタイムラプスでセクエーターを活用する動画っていうのもアップしてるんで、ぜひ見てほしいなと思うんですけど、この下のクリップが加算平均合成をして、その飛行機の鉱石とか流星とか全部消えちゃったやつですね。で、上のやつが元々の素材なんですけど、ノイズまみれなんですが、こう比較名合成をしてて、通常にするとこういう感じですね。まあ暗くしてですね、こうやって暗くトーンカーブで調整して、その明るい人工衛星とかそういうのだけ映るようにしてるんですよ。で、その加算平均合成したやつと元素材とでは、なんかその星の位置がちょっと変わることがあって、今上の素材を 125% にしたら完全に一致したんですけど、これで、要はですね、あ、間違った、要はこれで、加算ちゃいや、比較名合成をして、ノイズが綺麗になったサラサラなセクエーターのタイムラプスの上に、この何ですか、星の人工衛星とか飛行機の鉱石とかを追加したやつっていう感じなんですよね。ちょっとまあ簡易的にまあやりましたけど、一応この人工衛星とかの軌跡は残ってるんですよね、これでね。いや、これね、ちょっと新しい可能性を見出しちゃいましたね。いや、これでいけんだったら 4K60p 行きたいなと思うし、あ、今流星流れましたね、思うし、でなおかつこれ富士フィルムって XH2 で 8K になるって話じゃないですか。だから 8K60p でタイムラプス作れんのかなみたいな感じがしますよね。いや、てかそれやりたいなって思いました。はい、ということで、まあ、タイムラプスチップスです。この18mm の F1.4 がまあ何ですか、すごい描写力で、これを使うと今までにないタイムラプス表現がもしかしたらできるかもしれないぞっていう、そういう可能性を見出したという興奮気味の動画でございました。じゃ、今日の動画はこれで以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうもー。